はいどうもこんにちは赤字幕ですいやもうこれすごいでしょ今回はちょっとデジモノのご紹介とかではなくてデジモノを手放すお話です長らくこういう開封とかご紹介の動画作って YouTube にアップしてるといらないものいるけど使わないものダブってきたもの新品のまま眠ってるものもういろんなものが物置を占領していきますそこで今回初めてここにぶちまけてるもの全てハードオフさんに持っていこうと思ってます正直ぶっちゃけ この中には自分で買ったもの提供いただいたものもたくさんあって素晴らしい製品もありますでも少なくとも1年以上使ってないものばかりですでどうせならどなたか必要な方に使っていただきたいという思いもありますそしていいものもたくさんあるんですけどネットオークションやフリマではおそらく値段がつかないものばかりついたとしても取引や梱包して発送したり手間の代償にならないものが多いかと思います僕の予想では大半 引き取ってもらえないんじゃないかとも思ってます。海外製品も多いし、難しいかもしれません。でも一応持っていって、買い取ってもらえるものは全部買い取ってもらおうと思ってます。はい、それではカジマックの初めてハードオフ。いろんなもの売ってみる動画始めていきます。とりあえず荷作りしていくんで、ざっと見ていきます。まずはこれ。はい、これブルートゥーススピーカー。これも確かいただきもので、音はいいけど、このキツネ顔。これがちょっといまいちで使ってませんでした。 はい。引き取ってもらえるのか、これも持っていきます。で、次。これも Bluetooth スピーカー。アンカ r さんのサウンドコア。これも買って長らく愛用してたんですけど、最近そんなに Bluetooth スピーカーも使いません。1台あれば十分なんで、それ以外売却しようと思います。はい、これも段ボールに詰めます。で、次。これも本当愛用してました。懐かしいですよね。オーメーカーさんの Bluetooth スピーカー。ちょっと待ってください。 ああやっぱり、もう一台新品もありました。こういう提供品の場合、念のために二つ送ってきていただけることもあるんですけど、いやほんとなかなか潰れないんで使い切れないんですよ。はい、これも引き取ってもらえるのか。とりあえず持っていきます。で、次。はい、これ。2013年に Amazon で購入した Apple TV です。 これもかなり古いのと、ちゃんと動作はするはずなんですけど、ちょっと振り前オークションで売るには、値段もつきにくいし、不安もあります。なんでこれも持っていきます。で、次。はい、ちょっと脈絡ないんですけど、手近にあるものからいきますね。ズームの H1。これ中身入ってるのかなあ、ちゃんと入ってました。これも実は潰れてません。 でもね、これと同じ後期モデル、それを今使ってるんで、これもずっと眠ったままでした。はい、これも持っていきたいと思います。で、次。あ、これは絶対無理なやつですね。なんかよくわからない電池。これは絶対帰ってくると思うんですけど、あいや、なんかハードオフさんすいません。とりあえず持っていきたいと思います。で、次。ベルボンの三脚。はい、これも全然使えるんですけど、 三脚って気がつくとめっちゃ増えてるんですよ。どなたか必要な方に使っていただければと思います。はい、これも入れておきます。で、次。はい、これも実はほとんど使ってないんですよ。アップルペンシルに似たスタイラスペン。はい、こっちもスタイラス。こんな感じのやつ。これも確か買ったままご紹介もしてないと思います。 ダメ元で持っていきます。で、次。はい、A タームって書いてますよね。これ何かというと、モバイルルーターです。A ターム、erm、MR01LN。はい、もうほんと初期も初期。かなり古いルーターです。でもこれも、ちゃんと充電できて動きます。で、正直それほど速度が出ないシムなら、今でも十分使えると思います。これも結構お世話になりました。で、ルーターつながりで、これ。 はい、同じく a t タ m MR-02LN。これもほんとよく使いました。はい、電源切っておきます。で、こういう製品って中にバッテリーが入ってるんで、あまり長くしまってるとちょっと不安もありますよね。なんでこれも全然使えます。でも僕は今他にルーター2つぐらい持ってるんで、これも持っていきたいと思います。で、次。さらにモバイルルーター。はい、これ懐かしい方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。 Ymax 2 Plus の HWD14。はい、これもあ、ちょっとケースに入ってるんで、横向けて入れてますけど、これも結構使いました。無接点充電チーにも対応してるんで、結構便利なルーターでした。はい、これも持っていきます。で、次、キーボード。あれ、これ最近じゃねって思われた方、いらっしゃったら鋭い。ほんとこの1ヶ月ぐらいの間に買ったものです。 全然綺麗でピカピカ。決して使いにくいものでもなくて、全然良かったんですけど、今キーボードがたくさんあって、ほんと使わないんですよね。で、僕は本当はこういう薄型の日本語配列の有線キーボードが欲しかったんですけど、いつの間にか無線買っちゃってたっていうね。はい、これも本当綺麗なんですけど、大事に使っていただける方がいらっしゃると嬉しいです。で、次。よいしょ。 はい、もうずっと押し入れに入ってたコンデジ。DSCW610。はい、こんなちっこいコンデジ。いや、これももう本当使うことないんで持っていきます。で、次。ちょっとこのキーボードいきますね。はい、これが、チャイナ系赤軸キーボード。で、こっちが、チャイナ系青軸キーボード。 これも全然使いやすくて、僕はかなり気に入って愛用してました。でも今ほんと手元にキーボードがたくさんあるんで、押し入れにしまってても仕方ないんで持っていきます。で、次。これは、おそらく iPad のキーボード。もうほとんど新品っすよね。でも、このサイズの iPad がもうないんで、こういうの引き取ってくれるんですかね。これも一応持っていきます。で、次。よいしょ。 はい、これ、何でしたっけ何かに使おうと思って買ったんですけど、僕の環境下では使えなかったんですよ。いや、もうそれぐらい覚えてないんですけど、はい、これも一応持っていきます。で、次。よいしょ。はい、もうこのあたりになると、買って開けてすらないんですよ。アダプター付き USB2.0 のハブ。 個別スイッチがついてます。うん、これも使うことなさそうなんで。USB 3.0の延長コード。いや、これは使うかな。いや、もうこれもとりあえず持っていきます。で、次あ。あ、これ。これダイソー商品ですよね。こんなの引き取ってくれるんですかね。これご紹介しようと思って、いろんなタイプのステレオイヤホン買ったんですけど、このイヤホンってすごく動画作るのが難しくて、 僕のスペックの問題なんですけど、結局放置したままでした。はい、ダメ元でこれも持っていきます。で、次。これは過去にご提供いただいた、パソコン用の優先スピーカー。これも実は2台送っていただいてたんで、1台は使ってるんですけど、1台は眠ったままです。はい、これも持っていきます。で、次。あ、これもダイソーの300円スピーカーに、500円のブルートゥースヘッドホン。